一般的なケッチの搬送図重版のトップセールを持つ。ケッチケッチは、小舟の一種である。漁船や軍艦、交易船として用いられた。排水量は100トンから300トン前後で、全長は十数メートルから30メートル。ケッチは、2本のマストを有する小舟である。メインマストとその後方に、少し低い水マストを持ち、その両方に重版を持つ。 重版は主にガフセールであるが比較的新しいケッチではバミューダ搬送のものも存在している。風上に向かう時はメインマストの前に1から3枚のジブを貼る。古く大きなケッチではトップスルスクーナーのようにメインマストに大版のトップセールを持つこともある。メインマストの最下位の重版はメインセールと呼ばれ、水マストのものは水ンセールと呼ばれる。 前述のように黄斑のトップセールが貼られることがあるが、この2つは一般的に重半である。風下に向かうとき、あるいは風を横に受けるときはメインマストにスピンレーカーなどのエクストラセールを、水ンマストに水ンステーセールを持つこともある。ケッチはバランスがよく小さいために操作も簡単なメインセールを持つため、長距離クルーザーの搬送として人気がある。また、 風上に向かえるだけでなく、火事を使用せず水にセールと、自分だけでの操船も可能である。ケッチは、しばしば、ヨールと混同される。両者の違いは、ケッチの場合は推進力を得るために水運マストが、火事の前にあることが挙げられる。ヨールの場合は、水運マストは戦尾にあり、バランスを取るのに使用される。これは、形状というより、用途の違いである。ケッチと、スクーナーでは、 共に2本のマストにすべて重半を持つ共通点を持つ。これらはマストの高さで区別し、スクーナーの場合は一般的に前のマストが低くなっている。両方のマストの高さがほぼ同じである場合、大きい方が前のマストにある場合はケッチ、後ろのマストにある場合はスクーナーとなる。ボムケッチはケッチの一種で、 旧砲艦、爆弾ケッチとも呼ばれる。1682年にフランス海軍が初めて建造した。フォアマストを取り除いた搬送からケッチと名付けられた。沿岸を砲撃するための9砲を装備しており、また自衛のための小型のカノン砲を数問有していた。旧砲艦は時代が下るとフォアマストを持ったシップ偽装となったため、厳密にはケッチではなくなった。 排水量は100から300トン程度。19世紀半ばには、装甲艦が爆撃を行うようになったため廃れた。ありがとうございます。